朝ごはんはこんな感じです。トーストの上にスクランブルエッグとマッシュルーム、そしてこっちがカスピ海ヨーグルトの上にフルーツを乗せたものです。コーヒーはいつもブラックで飲んでます。私は普段から朝にトレーニングをすることが多いんですけど、1日1時間とか2時間とかトレーニングに時間を使えるわけじゃないので、1日5分とか10分とかの短い時間で最大の効果を出したいと思っていて、簡単な運動でも効率よく脂肪燃焼させられるっていうことで BCAA を飲み始めました。今でちょうど飲み始めて1ヶ月半ぐらい経つんですけど、飲んでトレーニングをした時と飲まなかった時の疲れ具合が本当に全然違います。これまでは朝にトレーニングをしたら1日なんかちょっと疲れたなみたいな感じの時があったんですけど、飲み始めてからはその後に仕事とか予定があっても全然疲労感を感じなくなりました。ウルトラの BCAA は人工甘味料とか保存料着色料っていうのが使われてないっていうのと、あと国産なので安心して飲むことができます。そして何よりも味が本当に美味しいし、カロリーゼロの希少糖を使ってるのでダイエット中でもジュース感覚で飲めるところが気に入ってます。で、味は5種類あるんですけど、私の一押しはブラッドオレンジです。人工甘味料の独特の甘さみたいなのが全然ないので本当にすっきりしてて飲みやすいです。今からお昼ご飯を作っていくんですけど、いつも仕事の合間にパパッと作って食べることが多いので、だいたい準備時間も含めて5分から10分程度でできる簡単なものを作ることが多いです。今から使うのはこんな感じです。ご飯と牛肉、あと玉ねぎとえのき、白ネギです。私がいつも電子レンジで調理するときに使ってるタッパーはレンジシェフっていうものです。はい、こんな感じです。今こんな感じなので、これをかき混ぜてまた電子レンジに入れます。熱っ。なんか玉ねぎがめちゃめちゃ多くなっちゃった玉ねぎ丼みたいになっちゃったけど、そしてこの真ん中に卵を入れます。こんな感じで白身は残しておいて、次の日のオムレツに使ったりとかスクランブルエッグに混ぜたりします。はい、完成です。私が普段ダイエット中に食べてる感触を紹介していきたいと思います。まず一つ目がこの干し芋です。干し芋は低GI食品なので血糖値の上がり方が緩やかなんですよね。で、なんで緩やかな方がいいかっていうと、血糖値がいきなり上がったり下がったりすると、この下がった時に空腹感を感じるんですよ。ご飯をたくさん食べたのになんかお腹が空いたなみたいな時ってあると思うんですけど、その感覚もこの血糖値がいきなりこう下がったことによってお腹が空いた気がしてるんですよね。その血糖値の上昇を抑えるためにこの干し芋みたいな低 GI 食品がおすすめです。はい、そして次、ハイカカオのチョコレートです。ハイカカオのチョコっていろいろあると思うんですけど、私が一番好きなのはこの明治のチョコレート効果カカオ 72% のものです。これの 86% も食べたことがあるんですけど、それはねちょっともうチョコってよりかは土みたいな感じがして、私はあんまり好きじゃなかったので 72% ぐらいが食べやすいかなと思います。で、次
ヨーグルトです。私本当にヨーグルト大好きでよく食べるんですけど、間食として食べる時に多いのはこんな感じのギリシャヨーグルトです。オイコスは本当によく食べるんですけど、私はいつもこのプレーンのものを買って、これにこういうね冷凍のブルーベリーとか、まあ、冷凍じゃなくてもいいんですけど、こういうフルーツを入れて食べたりしてます。夏とかだったらね、普通にこの冷凍ブルーベリーをお皿にバーって入れてスプーンで食べたりしてます。ただちょっと知覚過敏だから最近あんま食べてないけど、でもダイエット中とかはよくやってます。今から55キロあった時と今の食生活を比べて変わったこと、朝昼晩の食事で私が気をつけていること、意識していること、そして食事とトレーニングまでの時間、この3つに分けてお話ししていきたいと思います。まず1つ目が空腹すぎる時間を作らないことです。空腹の状態でずっといるとなんかだんだん慣れてきてお腹空いてないラッキーみたいな感じで思うかもしれないんですけど、空腹の時間を長くしすぎてしまうとその後に食べるものをすっごい吸収しやすくなっちゃうので、お腹が空いて我慢できないみたいな時間は作らないようにしてます。そして2つ目、甘いものを食事代わりにしないことです。55キロあった時はお昼ご飯の代わりにフラペチーノを飲んだりとかしてたんですけど、間食は間食、食事は食事っていう感じできちんと分けることで甘いものを食べたら止まらないっていうことがなくなりました。今でも毎日のようにお菓子を食べてるんですけど、昔ほど量を食べなくても満足できるようになりました。まず朝ごはんについてお話ししていきます。私は起きてすぐにレモン白湯を飲むようにしてるんですけど、胃腸を温めることで消化が良くなったりとか、あとデトックス効果もあるそうなので、朝にコップ1杯のレモン白湯を飲むようにしてます。この時にただのお白湯でもいいんですけど、私はちょっと飲みづらいなと思ったので蜂蜜とレモンを入れてます。朝ごはんは基本的にフルーツ、ヨーグルト、コーヒー、この3つを一緒に摂るようにしてます。もともと私はすっごい便秘体質で、ひどい時は2週間とか便秘になることがあったんですけど、朝にこの3つを一緒に食べることで一気に改善しました。あと私がいつも食べてる食パンは本当に普通の食パンなので、それだけだとちょっと栄養が足りてないので、卵とかのタンパク質とか、あとアボカド、脂質を一緒に摂るようにしてます。ダイエット中はあんまり脂質を摂らなさすぎると肌がカサカサになっちゃうので、良質な油はちゃんと摂る方がいいです。お昼ご飯はそんなにいつも時間をかけてられないので、丼系のものとか電子レンジを使って作れるものとか、あとは材料を入れて煮込むだけみたいなものを作ったりしてます。お昼ご飯に食べたものは1日のエネルギーとして使われるので、外食とかする時も全然気にせず好きなものを食べるようにしてます。そして夜ご飯についてなんですけど、私はあんまり野菜を摂るのが得意ではなくて、サラダとかを作って食べることがそんなにないので、夜ご飯の時には野菜をちゃんと摂れるように意識してます。あと私は基本的に夜ご飯の時間が8時半とか9時とか、遅い時は9時半とかになることがあるんですけど、遅い時間に食べたから太るっていうことはないと思っていて、私は寝るまでの時間が短い時、すぐに寝たい時はスープ系の消化のいいものにしたりとか、まだ 3,4 時間寝ないかなって時は普通のいつも通りの食事をしてます。そして最後、朝ごはんからトレーニングまでの時間をどれぐらい空けてますかっていう質問をよくいただくんですけど、私はだいたい1時間から1時間半ぐらいです。だいたい朝ごはんを7時半ぐらいに食べて、8時半とか9時前ぐらいからトレーニングするっていう感じです。
私の場合平日はそんなに時間をかけてトレーニングしてないので1時間ぐらい空けたら全然動けるんですけど、自分の朝ごはんの量とかトレーニングの強度に合わせて気持ち悪くならないぐらいの時間で調整するのがいいんじゃないかなと思います。今回動画の中で紹介したウルトラの BCAA は概要欄にリンクとクーポンコードを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。